写真拡大全3枚第101回全国高校野球選手権大会第5日10日甲子園2回戦と1回戦が行われ関東第一東東京が日本文理新潟を10対6で下し2回戦に進出した。2番手で登板した谷幸之助投手3年が5回1安打1失点と快投を見せ4年ぶりとなる夏の勝利を呼び込んだ。熊本校は山梨学院に延長12回3対2で勝ち夏30勝目で2回戦進出。山口監生内野手3年が大会21本目のサヨナラ本塁打を放った。岡山学芸館は夏6度優勝の広島賞に6対5で逆転勝ち甲子園初勝利で3回戦に進んだ。打球が中堅手のグラブに収まると関東第一谷は右肩をギュッと握り息を吐いた。流れを止める投球ができてよかった、ほっとしています。三四球で招いた9回一満塁のピンチ、ここからギアを上げた。この日最速の146キロを計測するなど最後の9球を全て直球で試合を締め、これが甲子園かと楽しめたと笑った。先発の土屋が4回5失点と苦しんだ。しかし土屋にあとは任せたと託された背番号10は6の5の5回から登板すると2イニングを三者凡退切り日本文理打線の勢いを止めた。意識はマウンドに上がった方がエース、背番号1の土屋とダブルエースとしてチームを支える。東東京大会では谷が最速147キロの直球を武器に3試合計26回を5安打無失点。土屋はキレと制球力で3試合計18回を17安打4失点。この日も2人で1勝しようと試合に臨んだ。性格は対照的だ。谷が俺が俺がなら、土屋は協調性と米沢監督。ただ、昨年12月の U17 東京選抜のキューバ遠征をきっかけに谷に変化があった。三振を狙う投球ではなく、チームが勝つ投球を掲げ、マウンドさばきを学ぶようになった。成果が出たのは9回。最後の打者を追い込んだ後、捕手のサインに間を取るため首を振った。次の1球で中飛に打ち取り、夏の甲子園4年ぶりの白星、春夏通算20勝目をチームにもたらした。最後に、土屋と一緒に頂点に立ちたいと谷。14日の2回戦では熊本校と対戦する。オコエ、原楽天を要した2015年の4強を超え、2枚看板が躍動する。武田千礼、谷、幸之助、谷幸之助。2001、平成13年8月8日生まれ、18歳。東京、八王子市出身。神遊戯中時代は八王子シニアでプレー。関東第一では1年秋からベンチ入り。2年秋の東京都大会から主戦投手を務める。3年夏の東東京大会に背番号10で臨み、3連続完封の活躍で3年ぶりの全国切符獲得に貢献した。直球の最速は147キロ。177センチ、82キロ。右投げ、左打ち。